電気圧力鍋の低温発酵調理機能を使って作る塩麹、材料は麹 200g、 塩 60g、 水 400ml です。電気圧力鍋の内鍋に麹をほぐしながら入れていきます。そこに塩を入れます。最後にお水混ぜます。電気圧力鍋に内鍋をセットして蓋をします。今日は自動メニューでセットしていきたいと思います。レシピ番号は54です。65度で6時間10分スタート。塩麹発酵時間6時間10分終わりましたので、中を開けて確認していきます。出来上がりはこんな感じです。清潔な保存容器に詰め替えて、粗熱を取って冷蔵庫で保存します。出来上がった塩麹は冷蔵庫で約1ヶ月間保存が可能です。